では踊っていただきましょう。あの強さこいハッピーアーカイブの皆さんです。どうぞ。はい、ご紹介ありがとうございます。三重県津市から、今日バスでやってきましたあの強さこいハッピーアーカイブです。私たち三重県津市民は、上津市が、ピーマンが大好きなようにうなぎが大好きなんですね。生産はしてないんですけども、うなぎの消費量が2009年に日本一になったことがあるっていうぐらい、うなぎを食べるのが好きということで、今回うなぎサンバという曲を、昨年も大好評だったんですけども、今回ちょっとアレンジしてよりポップで愉快な感じになったので、皆様も真似して踊ってきてください。そしてなんと今回北海道大学園の皆さんと一緒に踊ります。この曲実は北海道からもらった曲という経緯がありまして、北海大学の園の皆さんもみんな踊れるよね。イエーイ。前の子元気、みんな大丈夫？イエーイ。年齢層がすごく感じるんですけど、やっぱ学生の子元気ですね。じゃあ演舞では元気なとこ見せますんで、よろしくお願いします。それではうなぎサンバ構えて。どうもみんな楽しくうなぎサンバいくよ。お客様にありがとう。